今年何から畑の作業を始めるか教えてほしいっていうコメントがあったんで、まず一番最初にやろうと思ってる作業ね、の話をしたいなと思っています。まあ、まずさ、畑、新しい畑に移ったのね。前の畑は返して新しいところ、青森市内の方に移ったんだけれども、その新しい畑、去年1年間はどこに問題があって、どこにがいい場所かとかを把握するために、どういう土かどういう状態かを把握するために時間使って、よく分かったのは、一番問題点があるなと思ったのは、まあ、傾斜になってるんだけども、傾斜になってるから降った雨がまあ下の方に流れていくじゃんね、こういう風に。でこの部分がね、この下の部分、傾斜の下部分、刈った畑の傾斜の下の部分がね、土がね硬いんだね、あそこね。多分この傾斜してるところのこっち側とかね、土手があって下がってる状態を見ると、おそらく土を重機で持って、切り取ってかで鳴らしてとか走ってると思うんだよね。だから表面の柔らかい土は取ってる、ある気配があるのね。でその上を重機で走ってるから土が固まってしまって水はけが悪いっていう状況なのかなと。前やってる畑もそういう状況が多々あってすごく困ったのね。だからこれは前の経験が活かせるなと思って、でその水はけの悪さを改善する作業をしようと思います。この一番下の傾斜の下の部分ね、ここの水の抜けが良くなれば、全体的に下に流れてくるんだから、流れてきたやつがここで抜けていって、全体的な水の排水性良くなると思うんで、まあこっちはもうすでに排水結構いいんだけれども、中間あたりからやっぱ怪しくなってきて、ここに行くともういつまでも土が乾かないっていうか、そういう湿った状態、目に見えて色がね、明るい色じゃなくて 黒っぽい色、暗い色になってるから、もうここがネックになってるなっていうのは見て分かったので、これを改善します。で改善する方法としては、まあ暗渠を作るとかあるんだけども、暗渠っていうと、このここ1メートルぐらい、まあ、50センチから1メートルぐらい、まあ、50センチは浅いかな、もっと深くね、1メートルぐらいで、ユンボなりバックホーで溝を掘ってね、その溝の中に、まあ、竹とか木とかを並べておいて土を戻すと。そうするとそこ水の抜けが良くなるっていう工事をすることもできるんだけども、まあ、正直言うと、その地主さん、建設会社の社長さんだからお願いすればおそらくやってもらえるんだろうけれども、俺はそれやらないと、やらない気持ちでいます、とりあえずは。まあそこまでやると、土をそこまでいじくるのは俺はあんま好きじゃないっていうか、大変だしね、だから俺はやらないで違う方法で解決したいなって、時間はかかるけれどもね、やりたいなと思ってるんだけれども、それ何かっていうと、緑肥を使おうと思います。で緑肥の根っこ、すごく張る根っこね、浅いもの30センチとか50センチとかそんなもんじゃなくて、下手すれば、本当にどこまで伸びるかわかんないんだけども、根が2メートルから下手すると20メートル伸びるって書いてるところもあるんだけれども、アルファルファっていう緑肥を使ってここに植えてしまおうかなって、傾斜の下部分にね、そう考えてます。アルファルファ、紫馬小屋市、どっちも同じ名前なんだけどね、同じ植物なんだけど、和名が紫馬小屋市で、英名かな、アルファルファって、まあ、どっちでも出てくるんだけどもね、っていう植物になります。豆科の植物になります。でこれ一年生のものじゃなくて多年生のものなんで、ここに植えたら何年もそこ植えたまんまにしようと思ってる。ずっと根っこ伸ばして、ずっと根を伸ばして、そこで増えてもらって、で、土を耕してもらおうと。穴を開けてもらおうと。要は、この上を重機が走ったから、硬い層ができてしまった。まあ、硬板層、硬い板の層、耕した板の層でもいいんだけども、硬い層が、ね、この下にできてしまってるから、この硬い層を水が抜けれなくて溜まってしまってるって状態だから、この硬板層、硬い層、このね土の表面の下にあるやつ、これをね穴開けて、根っこで穴開けてしまおうっていう作戦。これ実は、前の畑でやったら効果抜群でしっかりできたの、アルファルファ使ってね。そこに植えて何年、2、3年ぐらい放置して、その草さ、多年草ではあるんだけども、管理しやすくて、草刈りして何回も耕せば、その場所から消すこともできるの、アルファルファ。
だから結構使い勝手がいいのよ。で、マメ科だから土も肥やすって。上の方買ったらそれを堆肥にして入れてもいいし、そのまま敷草にしてもいいし、っていうような土も肥やせる、交番層も壊せる、いい、俺はいい、なんか、緑肥だなと思うのさ。特に根っこがね、その2メートルから、本当に、記述がね、2メートルか20メートルかあるんだけども、まあ、2メートルでもいいんだけど、2メートルもいけば、大体交番層っていうのは砕いてくれるっていうか、貫いてくれるから、ね、本当にそれをやって全然ね、水がはけなくて、田んぼみたいにねちゃねちゃ、田んぼほど水は溜まんないけども、ねちゃねちゃで、トラクターもなかなかかけられないっていう場所、もう、何も植えられないっていうレベルの場所だったんだけども、それを巻いて数年放置したら、まあ、まだ水はけ、ね、完全に良くなったわけではないけど、トラクターもかけれるし、物も植えられるっていうぐらいの変化はあったんで、この紫馬小屋市を使ってやろうかなと思っています。種があるんだけども、古い種だからな、新しい種買おうかな、うん、っていう感じで考えてます。だから、なんて言うだろう。やっぱ今すぐ交換欲しいんであれば、ユンボだのバックホーだのね、ショベルカーね、あれで溝を掘って、そこに、竹とか、青森竹、まあ竹あるっちゃあるけども、細い竹で量を集めるの大変だから、まあなんか敷いて、その排水し、暗渠ってね、溝を出しておく、溝がある状態であれば、明渠って言うんだけど、それを埋めてしまえば、暗渠って言うんだけども、暗渠を掘って排水性を改善するっていうのが、まあすぐ、この1年目から効果抜群になるやり方なんだけども、俺はそれはやらないで、緑肥を使って少しずつ改善していこうと思います。だから傾斜の下の方に根張るやつ、まあ、例えばソルモとかでもいいし、まあ、トウモロコシも取る目的じゃなくて、あれも根深いから、トウモロコシをこの下の方に植えて、下の傾斜のところに植えて、交番層を破壊するっていうやり方もあるし、うん、それはいろいろある。根が深く進むやつを植えていく。っていう作業を俺はやろうかなと思ってます。一発目はね。そこをどうやるかって言えば、まず耕して、軽く耕して、そこにバラバラバラって手巻きにして、また耕して土を浅く耕して、それでおしまいっていう形でやろうと思います。で、この、その上から作付けを始めていく感じ。水を欲する、まあ、豆類とか、そういうのを植えようかな。まあ去年、豆って開花してから、水が少ないとさ、開花時期に水がないと実が全然入らないんだけども、去年はもうどこもかしくも実入らなかったんだけどもね、知ってる人とか全部見て歩いてもさ、だから水を欲するやつをこの水はけの悪い方からこういう風に植えていって、上の方にジャガイモとか水はけ良くてもいいやつ植えようかななんて考えてやってるんだけれども、まあそういう感じで土作りから始めていきます。緑肥。緑肥をどこに植えるかを去年1年間、この向きでね、野菜を植えて生育の状態、土の状態を見た結果、下の方水が溜まりすぎて生育状態悪いから、まずは下の方の排水性改善、これをまずやろうと思います。俺はね、本来そこ水はけが良くて、みんな大体同じような状態であれば、普通に、有機の肥料、まあ、例えば堆肥もあるし、堆肥とかでももみ殻でも、もみ殻は早いから秋の方がいいな、例えば米ぬかとか、菜種油かすとか巻いて耕して、もう作付けっていう形でやるんだけれども、あの畑は最初まず下の方ね、あの排水性悪いから、ここを改善するために緑肥を植える。それも根が張るやつを選んで、俺のおすすめはアルファルファ、多年生だから、一回植えるとね、何年もそ置いとけば何年もそこで繰り返し出てくるからね、それでやっていこうかなって思っています。緑肥を植える場所をまず決めて、そこに緑肥を植える。でそこは緑肥、土作りのための緑肥の場所であって、作付けする場所じゃないとね。だから まず全体的にその土を補助を改善することを、まあ、計画はずっとしてたの。動画出してない間ずっと考えながら、別の仕事しながら考えて、あそこはこうして、ああしてこうして、あれを使って、これを使って、で、それをやっていく。まずはアルファルファ、紫馬小屋市っていう植物を使って、マメ科の植物、土も肥えるし、根も深く入っていくんで、それで土壌を物理的にも、科学的にも、生物的にも改善していこうっていうふうに考えてます。
まずはどこに何を植えるかっていうか、まず作物食べるものよりもまず緑肥、これをどこに植えるかっていうことを考えてやっていきますんで、まあ、なんだろう、俺の場合の話であって参考になるかどうかわかんないけども、とりあえずそういうことをやっていこうと思っています。アルファルファをまず植えるっていうのが俺の一発目の作業になると思います。